はいどうも、こんにちは。今日は胸トレの方をやっていきます。でね、前50キロで10回4セットまあ意外にいけたんでね、今日は55キロでやります。で、今1セット終わりました。今からじゃあ2セット目10回。ちょっとずっと足しか見てなかったんで、次は方向を変えてカメラの3セット目。1回目になったらなぜか勢いが落ちてケツを上げてしまう。右に左にアングルが変わりましても、どっちみち足しか映ってないとね、そういう声もあると思うんですけど、これはね意図的にねやってます。だいぶ前のね、検証動画で僕のすね毛が無残に散っていったという動画がありましたがね、その動画を見てた方あんかとね、僕のすね毛がどうなったかなと気になってると思います。そういう方にこうね、いや今まだまだここのすね毛は健在だよっていうねことをちゃんとお伝えするためにも、こういうアングルになったことをご了承ください。4セット目いきます。余裕でいけると思ったんですけど無理でした。すいません。先、55キロ4セット目全然無理やったんで、8回できたんですけど、10回できんかったんですけど、もうちょっとできそうなんで、70キロいきます。ケツがね浮きまくってましたけど、できましたんでこんな感じです。もうちょっとやってまた頑張っていきます。はい、ということで今日は胸トレいっぱいしました。どんどん伸びていくようにね、今日これからもタンパク質いっぱい取って、でトレーニングいっぱいして頑張っていきたいと思います。本日もありがとうございました。